視覚障害者が安心安全に。視覚障害者も安心安全に歩ける世の中を。山内美和。私が今頑張っていることについてお話ししたいと思います。それは白杖を使用して、点字ブロックの上を歩くことです。視覚障害者だから、そんなこと当たり前でしょ？あんた何言ってるの？と言われそうです。私は視覚障害者の弱視です。なので、白杖がなくても見えているので、普通に歩く分には困りません。私は週6日、岡島に歩いてカーブスに通っています。甲府駅と岡島を毎日ただただ歩いていて、点字ブロックの上を歩いていれば安全なのか、白杖を使用していれば安全なのか確かめたくなり、はじめは何も持たずに点字ブロックの上を歩いていました。それだと、普通の人が歩いているのと同じ、そこで折りたたみの白杖を購入。はじめのうちは、白杖を左右に振って、歩いていたのですが、時間はかかるし、連れ先が地面に引っかかり、歩きにくいので、少し浮かせた状態で歩いています。白杖を持ち、点字ブロックの上を歩く。すると、目が悪いというのが一目でわかり、堂々と歩けます。その中で、点字ブロックの上は、携帯を見るために、靴底で確認しながら歩く人、点字ブロックを二人の間に挟む状態で歩く人、点字ブロックの上で立ち止まり話をして、している人、点字ブロックの上に駐車する人、そういう時は、知恵でタイヤを続きます。何回か車のナンバーを控えて警察に連絡したこともありました。白杖をついて点字ブロックの上を歩いていても安全ではない。自分の身は自分で守るしかないのです。毎日こんな生活です。無事。帰宅するとほっとします。でも、こんな中でも楽しいことがありました。それは、鉄道開業150年、中央線、身延線、小海線の3路線の8駅をめぐる、スタンプラリーで、すべてクリアし、キーホルダーとパスケースを手にすることが、行きました。もちろんすべて電車で一人で行きました。私はこれからも白杖と点字ブロックを一人でも多くの人に理解していただき、少しでも安心安全に歩ける世の中になるよう頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。